学が好きな小平は授業を渇望し、明治17年中等科に進みました。しかし入学してから間もなく、襖越しに家計の苦しみを知り、母に向かって、これまで家計の苦しさを知らなかった、他人の厄介になってまで学校に行くわけにはいかない、明日から働くと言って、進学したばかりの学校を中退します。そして家計を助けるために近くの鉱山で働くことになりました。仕事が終わると帰り道にあるお寺に通い、住職に仕えながら独学で勉強し、修養に努めました。明治25年小平が二十歳の時に徴兵検査で講師合格となり、広島の歩兵第21連隊に入営しました。歩兵はラッパ手を志望して採用され、ラッパ見習いになりました。6ヶ月後の卒業試験では48人中1位になり、試験官や上官から、歩兵の気象ラッパはどんな朝寝坊でも飛び起きる、小平のラッパは腹の底に応えると称賛されました。日本と清が戦端を開くや、明治27年6月5日小平が所属する第5師団に動員命令が下りました。小平は父にその旨を知らせるはがきを送りました。それを知った小平の母親は、小平の大好きなそら豆を言って袋に詰め、父親はそれを携えて、一人息子と最後の別れになるかもしれないと思い、広島へ急いで行きました。父親と会った小平は、日本のために出征できるのは願ってもない男子の本懐ですと父親に向かって述べ、足踏みしながら行進の真似をして自分の元気な姿を見せました。父は母の作った心尽くしの煎り豆と金三円等を手渡しました。小平は煎り豆の袋だけを受け取り、戦場に小遣いは不要ですと言って3円は返しました。そしてポケットから1円50銭を取り出して父親に渡して言いました。お父さんは宮島に回りたいと言っていたことがあったので、この機会にぜひ宮島へ行ってください、この3円はその旅費に当ててください、1円50銭はお母さんに土産を買ってあげてくださいと頼みました。父は帰る途中宮島に立ち寄り、念願の厳島神社に参拝し、息子の武運長久を祈願しました。7月25日、朝鮮半島に渡った小平の所属する第21連隊は前衛隊を命じられ、敵陣のある青函に向かいました。29日明け方戦闘になり、小平は突撃ラッパを吹いていました。その時、胸部に敵弾を受け倒れたのです。ラッパが突然病んだので隊長が、ラッパはどうしたと問いかけると、小平は銃を杖にして立ち上がり、再びラッパを口に当て突撃ラッパを吹き続けました。
部隊は突撃を続け、敵陣地を占領しましたが、歩兵のない姿に気がついた隊長が引き返すと、木口小平はラッパを吹いている姿勢のままで絶命していました。少年23歳。この話は後の国定終身教科書に紹介されるようになりました。こちらが終身の教科書の復刻版です。こちらに現物もあるので、置いておきますので、後でお手に取ってご覧ください。安国神社の優秀館で販売されていました。木口小平さんの武勇伝は当時すぐに本国に伝えられ、日本中に広まっていったのですが、当時は他にも優秀なラッパ手が戦死されていたため、別人として伝えられていたこともあったそうです。そして先ほど自衛隊のラッパ手さんに推測していただいた青龍眼のラッパのマーク、これはこの木口小平さんのラッパをモデルにしたと言われています。青龍眼の発売開始が明治35年ですから、このお話が有名になった時代と重なります。なお現在は太閤薬品の青龍眼という名で、漢字は正しいに露と書きますが、発売当時初代は中島の中遊青龍眼という名で、青の字には行人弁がついておりました。まさに日露戦争直前のロシアを制すという日本の心意気が込められた名前でした。それでは時を現代に戻し、朗読の続きをお聞きください。それから119年が経過した2011年3月11日午後2時46分、宮城県南三陸町の防災対策庁舎2階にある危機管理課で防災無線を担当する遠藤美希さんは放送室に駆け込み、防災無線のマイクを握りました。大津波警報が発令されました。町民の皆さんは早く早く高台に避難してください。3時5分潮が引き始めました。6メートルの津波が予想されます。異常な潮の引き方です。皆さん早く逃げてください。放送を始めてから30分が経過した3時15分、目前に迫った津波を見ながら、美希さんは両手でマイクを握りしめ立ち上がりました。大きい津波が来ています。早く早く早く高台に逃げてください。早く高台に逃げてください。津波はすざましい勢いで容赦なく庁舎を飲み込んでいきました。
遠藤美希さん、享年24歳。日清戦争で死んでもラッパを離さなかった木口小平さんの精神は、東日本大震災で最後までマイクを離さずに放送を続けた遠藤美希さん、また全国から駆けつけ懸命に救助作業、復興活動に従事した自衛隊の皆さんへと確かに受け継がれています。戦争も災害も悲惨で残酷なものです。国土と国民の生命財産を守ることは今も昔も簡単なことではありません。個人の力だけではどうにもできないことばかりです。日本には古く神話の時代から現在の皇室に至るまで国が一つの家族であるという精神があります。ですから戦争でお亡くなりになったご英霊も、現代の自衛隊員の方々も、そして先ほどの遠藤美希さんのような若い公務員でさえも、自らの身を顧みずに国を守り国民を助けることができるのだと思います。この画像は自衛官が小さな女の子から手渡された手紙です。自衛隊さんへ、元気ですか。津波のせいで大川小学校の私のお友達がみんな死んでしまいました。でも自衛隊さんが頑張ってくれているので私も頑張ります。日本を助けてください。いつも応援しています。自衛隊さんありがとう。海より。戦時中、兵隊さんありがとうと歌われた気持ちと全く同じではないでしょうか。私たちは感謝と誇りの気持ちを持ち続けたいと思います。木口小平、死んでもラッパを離さない。はっきり言う海軍中尉宅島徳光の御事、昭和20年4月9日金華山沖にて殉職、福岡県出身24歳。はっきり言う、俺はお前を愛している。しかし俺の心の中には、今ではお前よりも大切なものを増するようになった。それはお前のように優しい乙女の住む国のことである。俺は昨日、静かな黄昏の田畑の中で、まだ川もよく見えない遠くから、俺たちに頭を下げてくれた子供たちのいじらしさに強く心を打たれたのである。もしそれがお前に対する愛よりもはるかに強いものというなら、お前は怒るだろうか。いな、俺の心を理解してくれるだろう。本当にあのような可愛い子供たちのためなら命も決して惜しくはない。自我の強い俺のような男には信仰というものが持てない。だからこのような感動を行為の源泉として持ち続けていかなければ生きていけないこともお前は分かってくれるだろう。俺の心にあるこの宝を持って俺は死にたい。俺は確信する。俺たちにとって死は疑いもなく確実な身近な事実である。これは英霊に捧げられた母からの手紙です。
佐藤武一の御事歩兵第22連隊所属昭和20年4月10日沖縄本島高知にて戦死北海道山古志郡八雲町出身23歳昭和57年3月28日北海道の佐藤奈美さんから妻をめとることなく若くして戦死した我が子陸軍軍曹佐藤武一の御事のために桜子さんと名付けた花嫁人形が靖国神社に奉納されました優秀館に展示されておりますそして傍らに添えられたお手紙がこの文章です竹一よあなたは本当に偉かった23歳の若さで家を出て行くとき今度会うときは靖国神社へ来てくださいと大しく笑って言ったあなただったどんなに厳しい戦であっただろうか沖縄の激戦で行ってしまったあなた年老いたこの母には今も23歳のままのあなたの面影しかありません日本男児と生まれ妻もめとらず行ってしまったあなたを思うと涙新たに胸が詰まります今日ここに日本一美しい花嫁の桜子さんをあなたに捧げます私も84歳になりましたので元気でおりましたらまた会いに来ますよどうか安らかに眠ってくださいありがとう昭和57年3月28日母奈美今日あるの覚悟は十分にできております陸軍憲兵順位住本茂の御事昭和23年4月20日西郷にて殉難し兵庫県出身36歳伝言皆様のご好意には感謝の言葉がありません私は今年2月死刑の判決を受けました次来すでに今日あるの覚悟は十分にできております今さら何も驚くことはありませんまた申すこともありません常々乏しき中からいろいろの差し入れやご配慮に感謝しております高度司令官以下キャンプの方々に住本は幾重にも感謝の意を通して敬に服したということをお伝えください最後に子供だけはお国に役立つ立派な人間に育てるよう申し伝えてくださいただそれだけお願いします最後の言葉敬上にて大難攻精神を継承し七度生まれ変わって誓って皇国に保全日出ずる国日の元に生を受けたるマスラオが今旭日を浴びつつ収容として国に準ず男子の本懐これに優るものなし皇国の八坂と皇国の隆盛を祈る天皇陛下万歳これで終わりますさあやってください最後の立旗陸軍総長辰口信夫の御事昭和18年5月29日ここにて戦死33歳
夜20時、地区隊本部前に集合あり、野戦病院も参加する。最後の突撃を行うこととなり、入院患者全員は自決せしめられ、わずかに33年の生命にして、私はまさに死せんとする。ただし何らの遺憾なし、天皇陛下万歳。生死を賜りて精神の平常なるは我が喜びとするところなり。18時、すべての患者に手榴弾1個当て渡して注意を与える。私の愛し、そしてまた最後まで私を愛してくれた妻、妙子よ、さようなら。どうかまた会う日まで幸福に暮らしてください。美佐枝様、やっと4歳になったばかりだが、すくすくと育ってくれ。睦子様、あなたは今年2月生まれたばかりで、父の顔も知らないで気の毒です。マサ様、お大事に。コウちゃん、スケちゃん、マサちゃん、みっちゃん、さようなら。